チャレンジしてみようって気持ちになった。あ、はい。なった。はい。おお、それはありがたい。ね。なんか特別にお悩み相談というか、何かショットでも何でも、こうレッスンでもいいし、気持ちの面でもいいし、どういう何してたかとかでもいいし。こういう時はまあ技術面だったりとかの方がいいかな。例えば。最近フォアハンド飛ばないんですとか、いやサーブが全然安定しないんですよとか、なんか言ってくれたら、僕と MJ が今から魔法の手で強化して、なんかあるね。バックハンドがなんか普通、フォアハンドはスピンをかけて、うん、上からギュッてやまないの、バックハンドはあんま回転がかからへんから、うんうんうん、なんかコントロールができてもなんかネットにかかったり、うんうん、逆にアウトしたり、うんうん、あんまなんか入らへんことが多いから、安定感がちょっと少ないところだよね、フォアに比べて。でも、まあ、まあバックハンド苦手な人多いもんな、うん、基本的には、うん、でも多分まあまあちょっとイメージやけど、 MJ はバックハンドの方が得意、まあまあ分からへんけど、僕も中学、まあ中学高校ぐらいはバックハンドめっちゃ苦手やって、もう全然打ちたくないわって思ってたけど、やっぱ相手はバックハンドをやっぱ狙ってくるわけや。だからラリーの中でもバックハンドをあえて多めに使って、もうあえてバックハンドで回り込むぐらい練習して、ラリーの中でもね、普段ね。だからやっぱフォアハンドって一番数を打つから、それはもちろん上手くなり、それだけバックハンドも打てばいい。ボレーが上手くなりたかったらそれだけボレーを打てばいい。サーブ上手くなりたかったらそれだけサーブを打てばいい。サーブの時間とかって結構短かったりするやん。もう自分でサーブを打ったりとか、でバックハンドラリーの中でいっぱい使うようにするっていうのをやってたから。やっぱ得意な人となり、うん、伝えがちやもんな、うん、やっぱり。いっぱい使うことによってバックハンドのその足の入り方とか分かってくるから、フォアハンドはどう入ったらいいって、まあ大体分かるやん。バックハンドってやっぱその分使ってないから分からへんから、うん、いっぱい打つようにした方がいいと思う。やっぱり苦手なものほどやった方がいいかな、うん、実際どう、やっぱ逃げてた基本ずっと怖い。あー、やっぱりそうやね。これはもうみんな一緒やね。でもそうですね、うん、バックボレーとかもそうですね。あー、そうやね。もうポジションがどんどん実はこっちに寄ってるみたいなのあるもんな、うん、フォアに寄っちゃってるみたいな、うん、バックハンドね。左利きでもバックハンド苦手っていう人、まあまあ結構多い、ちょっと多いっちゃ多いよね、うんうん、で僕の友達もそれ苦手や言うて、それを克服するのは先ほど言ってた全くない、バックハンドばっかり練習したっていうんだから、触れる機会を増やしてみたらいいかな。今日からバックハンド生活です。家帰るときはずっとこうやって。はい、じゃあ山本君、両手バックちょっと見ていきたいと思います。ちょっと来てくれるかな、両手バック。はい、はい、サウスポーです。僕はね、ちょっと横から見てたんですけど、一つだけ僕みたいに、まずこう
打つ前に体がすごくこう倒れて肩が下がってこういう状態作れてるのはいいんだけど、打った後も同じようになってる。だから体が突っ込んでくるから、別にこう入っていってこれは全然いいよ。別にここから上がっていけば体がもっとスピンもかかって安定感、やっぱ頭が突っ込んだまま振っちゃうとかぶせるようなストロークになっちゃうから、やっぱり見ててもボールの弾道がものすごくネットギリギリ伸ばしてくる、あれになると入ったとしてもボールが外れて仕込まれちゃうとリズムを失っちゃうから、こう入り方はそれでいいから、入った後にちょっと起こすようなイメージでバッと振ったり起こすような、ちょっと見てよ、はい、ちょっと見ておいてね、ちょっと横から見ておいてね、ちょこいつはい、ずっと終わった後、打ち終わった後ぐーっと体がぐーっと立ち上がってる、こうなるとラケット面がスピンのかかるラケット面に変わる。スピンっていうのはやっぱりこういう風にかかるから、今のだと今のままだとこうなっちゃってる、わかる、だから弾道が低くなっちゃうから、あ、ごめん、しっかり体見ていてね、ボールより体見ていてね、立ち上がるようにぐーっと溜めたものを立ち上がるようにバックハンドやってもうた、はい、じゃあ打ってもうた、打ってみよう、あとじゃあ3つやったらおしまいね。あっそう、はい、ちょっとイメージは湧くかな、まあ、すぐにって言ったらちょっと難しいかもしれないけど、あの MJ がやったみたいなこういう上がり方っていうのは忘れない、横から見てるとそれがすごい分かりやすい。何か見ててありましたか、はい、じゃあ僕からも一つ、前の足が見てな、こっちが見て、こういう風に入ってんの、うん、自分で分かってる、そう、多分それ癖やと思うけど、こう入ってしまうから力がどうしてもちょっと逃げてしまって、それもさっきの体がこう倒れた状態でスイングしてるっていうのもつながってきて、こう持ち上げるのがしんどい、持ち上げていくのがしんどくなっちゃうから、膝をあんまりこう開かない、足に対してこうボールに対して後ろ足決めてからこういう風に行くんじゃなくて、ドシッと構えれる、こうなってしまうとドシッと構えれないから、土台がなかなか作れないから、ボールに対してこういう風にセットできる、ここからインパクトしていける、そこはやっぱ自分でも多分ちょっとこういう癖あるなっていうのを分かってると思うから、そこをやっぱ意識的に直していかないとかなって、ちょっと意識してみて、はい、つま先の向きね、まあ、それがまっすぐ向いちゃってるから、ちょっと止まって見てみようか、自分でいいよ、ボール出したら打たなくても困る、これから大丈夫だね、ちょっと動いた時に多分こう入るから、それをじゃあ最初からもうこの状態でちょっと打ってみようか、最初から踏ん張ってる状態でちょっとボールを落とす形で、そこからグーッとひねってひねり作って、グーッと形作ってで、後ろの足は浮かしていいから、こうかかと浮いていって体しか回していいから、そうで胸を張っていくイメージ、
そうするとラケット、体が足をこういう風に踏み込んでしまうと体ってどうしても開きやすくてまっすぐ当たりすぎちゃうんです。それをこういう風に踏み込めたらここで何言うの、ラケットのこのリストワークって使いやすくなる。これが開いてるとここ使いにくくなるから、それが多分スピンがあんまりかけれないっていう原因かもしれない。バックってこう入ってスピンかけるときってこうするから、こうするからバックは特にこうしないとなかなかスピンって使わないから、それがこう入ってしまうと打点がこうおかしくなって、そのまま真っすぐ面がもう上向けばアウトするし、そのまま突っ込めば下行くしになるから、そこはやっぱ直した方がいいかな。前の足が、前の足はつま先の位置、そこはちょっとですね、まあ、癖やし結構直すの難しいかもしれんけど、そこは頑張っていいしかない。いけるわ。ちょっとだけやろうか。はい、動いて、ちょっと癖がね、ちょっとここにやってる時に足がこういう風に出てるから、こういう風に前の足を出してる、ここからこう出してるから、これを直線的に、ここに直線的に、はい、直線的に出す、直線的に出す、そう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 、はい、ケレの方でグッと足を踏ん張るイメージを持った方がいいかな。多分親指で踏ん張ってるイメージの方が強いと思うから、かかとから親指にかけてこのイメージを踏ん張って打っていく。フォアハンドってこう入るやん、こう入るとやっぱ開くやん、それと一緒やから、外側の足の外側でしっかり踏ん張るっていうイメージを持った方がいいかな。入るやん、この形は作れるわけやん。足を踏み込むときにおかしくなるわけやん、やろ。この形作ります。作ってから前に一歩サイドステップ、ステップインして打つ。ちょっと見といて、スクールステップイン打つ。これやったら前に足こう踏み込むんじゃなくて両足でステップインするわけやから、崩れ、ちょっとそれやってみる。作るステップインで、ね、前にサイドステップ、前にサイドステップ、横向きの状態から前にサイドステップ、これね、これね、この動きね、動いていって動いていって、こっからこう、そうサイドステップね、ダイレクト見たかよ。足を前に踏み込まなくていいから、そうで、打った後は体前向ける、打った後は胸張っていく、つま先前向いてるよ、そうまだ窮屈なのはしゃあないから、ところが
コースも隠れるよね、うん、やっぱり体が開かないから。はい、じゃああと4つだけど胸張っていくのも意識して2つ、はい、さあどうぞ、はい、どうですか、全然違いますか。全然今までの癖、区間癖が全然治らなかったから今日初めて。まあ、自分でも分からへんもんね。いや、これあれやね、部活の仲間とかに、うん、今日俺足どうなってるって言ってもらったよ。いや、まだ前向いてんぜとか、お互いが言い合える人がいればね。結構部活の仲間とかにここをどうしてるとか、自分どうしたらいいっていうのは恥ずかしい感じやけど、聞くのもめっちゃ大事やから、自分より上手い人とかめっちゃ大事やから、どんどん聞いた方がいい。それがアピール。はい、じゃあちょっとこんな感じですけど、短かったですけど、はい、これから注意してやってもらったらいいかな。目指せ MJ バックハンド。はい、頑張ってください。はい、じゃあ山本君、はい、ありがとうございました。上手くなってね。はい、じゃあまたお願いします。